んばんは、YouTube です。はい、今日はね、夏といえばホタルをちょっとね、ここは岡山市の足盛りですね。ちょっともうここら辺ちらほら見えてるんだよね。ホタルをちょっと見ていこうかなと思います。はい、でも、いるわ。いますよね。近くまでは行けないんだよね。います目の前にいた。ほらちっちゃいのこれ、なんかホタルこれ。ホタル。ちっちゃいな、ほんと。これライトついてても見えるね、光るの。そう、これが一番、安定かも。これなんかね、これ源氏ホタルの一種。ここもホタルの関連かな。そうだね、この生態系を描いたようなものと、そのホタルの、すげえ、ホタルの色がこんなんだ。すげえ、こんな感じらしい。あんまりいないですね。あんまりいないんかい。おったんだけど、あんたらが来るのが1週間遅かったから。それは納得できなかった。そうですね。こっちはでも困ったことはあんまり見えない。まあ、時期的にちょっとあれだったのね。そうだね。1週間遅れたかなっていう感じなのね。ホタルこいこいって感じだね。書いてなんか歌があるらしいですね。これ、はい、このホタルの看板があって、この津高地区、はい、ちょうど笹ヶ瀬川の上流に来てます、はい、で、まあ昔もね、この笹ヶ瀬川の上に何があるのかと思って来たんですが、実際ね、ホタルがいるということで今歩いてますけど、いますね。これ小さな木です。あ、ほんまだ。そうだね。見えてるか。捉えれたけど、もうちょっと次行こう。こっち側。あ、光ってますね。十分。まあ、噂によればですよ、はい、このウインカーの、その波長ですかね、波長っていうか、この周波数がわからないですけど、ホタルの光と、その光らすタイミングというか、なんかこの BPM じゃないですよ、はい、このテンポが似てるらしいですよ、なるほど、確かにそう言われてみればね。でも関東の方はちょっと違うみたいなことを。ホタル、はい、これやっぱあれ密漁のあれなのかな。そういうことでしょうね、多分。ホタルね、捕まえる人がおるんでね。そうですね、それだけはね、皆さんもね、絶対しないでください。はい、はい、というわけで、はい、笹ヶ瀬川の上流の、まあ、岡山空港周辺なんですけど、まあ比較的、6月の初めの方でも見れるから、結構ね、夜とかまあ肌寒いんで、足盛よりかは結構気温が下がってるようなね、環境なんで、まだ見えるかもしれない。結構ね、数を数えても楽しいぐらいな数なんで、そうだね、足盛はもうあれどこだどこだみたいなね、感じですけど、まだ あそこにおるわ、こっちにおるわ、あそこにおるわっていう、まだ数えることもできる、ことなんで。ちなみにブラジルにはホタルいるのかね、年中は暑いけど、いや、ね、いないのかな、ラテンな男ですね、はい、あ、スミちゃん、ムカデおるで、うわ、ダメマジでこの動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。